髭が邪魔してる、こんな感じですよ。ね、足がビヨーンって伸びたから伸びて、着地する時にもクッションでこういう感じで、だから車も人間も無事ということなんですね。なるほど。あの本当はね、ここにバーンと動画が流れればいいんですけど、皆さんの飛んでるどんなすごい動画かっていうのはですね、あのフェイスブックをされている方はホワイトハウスのページに行っていただいて、そこに動画が載っています。もしくはポラリスの公式ページにも載ってますかね、 YouTube とか載ってますね。じゃあそこでね、検索をしていただくといいと思います。はい、ちなみにそのすごいジャンプを見せていただいていたの、あれってレースなんですよね。そうですね、あの、はい、オーストラリアで開催されてる、はい、RZR のワンメイクレースに出てます。はい、ワンメイクレースはどういうレースか。同じ、車両50台オーストラリアの方が集まった50台、はい、その中に日本人1人です。あ、そうなんですね。はい、ちなみにみんながみんな 100m 飛べるんでしょうか。いや、これがですね、 100m ちゃんと飛べる人は4人だけです。4人、はい、50人のうちの4人のうちの1人、しかも唯一日本人。はい、すごいですね、日本選手。いや、むちゃな大変です。どうなんでしょう、度胸があればできる。